ト。ちょっとアミニシキが大丈夫でしょうか。右膝を少しアップと気にしています。前回し早い白鵬、全く相手にしません。寄り切り、白鵬連勝、高安2連敗。前回し今日も早い、飛ばし投げ、白鵬を勝って3戦3勝です。どこにも隙はありません。同じ相手に2回は続けて負けません。小手投げ、右から入っていきましたが、すぐに左からの小手投げです。白鵬の勝ち。少し動いていきました。現役時代、高見盛り9勝、時天空10勝という成績が残っています、はい、何やってくるか分からなかったですよね、はい、下手栗だろうが、張り手だろうが、張り差しだろうが、ちょんがけだろうが何でもやりますからね、はい、目的のためにはっていうのは失礼かもしれないですけど、ね、目的を達成する、はい、勝つためには、でもね、親方、相四つですから、はい、あえてこう右四つに差させてくれるような質問もあったんじゃないですか。いや、もし刺したらそこをついて桁繰りとかやってくるんで、体勢崩して酔い切れることも結構あったんですよ。そうですね、も土俵上で投げも打たれるし、はい、だからまずそうやられる前に、おっと、時間前に立った、時間前立ちました、上手を取った、寄り切りました、最後押し出しました。おっと、結び前、時間前だ。白鵬勝って7連勝。これは予想していませんでした。珍しいですね。左前回し早い、白鵬右は入った勢い、右四つ上手投げ、甲に投げました、横綱白鵬8戦全勝、勝ち越し。中に入れるか、アタック込み、白鵬の勝ち、白鵬9連勝。立ち合い、立ち上げからカルバルト、まわしを切った、離れた、右四つ、白鵬が先に左の上手、バルトも上手が欲しい。胸が合いました。そして左の上手はなかなか取れない、バルト。こうなると2人はいつも長い相撲になります。上手が1枚回しです。横綱無双は届きません。横綱は足技も研究していますが、1分が経ちました。1枚回し、上手が伸びている白鵬、上手にもう一つ力が入りません。バルトは左から抱えています。巻き替えに行く、巻き替えを許さない横綱、頭をつけようという横綱白鵬。巻き替えた、上手を離、回しを離しました白鵬。
っと左に横綱が動きました。差し手争い、引いた、中に入った、しかしここは対応が早い。まだ上手は取れない、下手を切ってから押っつける、これが横綱の強さ、うまさ。寄り切り、白鵬勝って11連勝。横綱の形になっています。上手投げ、横綱勝ちました。12連勝、白鵬勝てば優勝。光栄堂が何かをするか、張っていった、上手を取った、右四つです。15の回戦で上手投げ、白鵬勝って24回目の優勝が決まりました。立ち合い、右四つがっぷり、白鵬左の上手、上手投げ、上手出し投げ、残った、しかしもろ差し、寄り切りました。白鵬14連勝。左四つに組み合った、白鵬の上手はまだです。先に春満流上手、攻め込んで、そのまま攻め切るか、いやいや、白鵬残した。まず下手を切りました。しかし白鵬半身、左の半身です。春満流が体勢を作りました。9回目の全勝に向けて、ここまでは白鵬苦しい。下手投げ、下手投げ、戻しから巻き替えた、右四つに変わりました。右四つに変わって胸があって、両者互いに回しは引きました。腰の構え、春の振りが体勢を低くします。引き付け合い、横振り、横振りから出ていった、上手投げ、白鵬勝ちました。9回目の全勝優勝、双葉山大鵬、2人の大横綱を超えて前人未到の記録を打ち立てました。攻め込んでいます。お、こちらが攻めた。いや、しかし、もろ差し残しました。寄り切り、白鵬の勝ち。一瞬、栃王山、もろ差しになりましたが。右はまだ十分に入りません。突き放し、崩した、突き落とし。安美錦に勝機を与えませんでした。その立ち合い、踏み込んだ横綱、右を強引に差し込んでいく、うまく回り込んでおぎる、しかし押っつけて寄り切りました。横綱白鵬3連勝。右が入りました。白鵬上手はまだ引きません。下手から引いて小手投げ、白鵬も4連勝です。どちの心も上手は取れない。白鵬も上手を取っている。上手投げ、上手投げ、白鵬勝って5連勝。右が入りましたが、ちょっと間が空いた、引きました。対応力です。白鵬の勝ち、6戦6勝。木村庄之助が軍配を返します。張っていく、左は入らない宝富士、いなして押し出しました。白鵬も7連勝です。先にアラン上手を取りましたが切られました。先に上手アラン、白鵬も上手引きつけた、寄り倒しました。白鵬
8連勝で勝ち越し。木村庄之助が合わせます。踏み込んだ横綱引き落とし、白鵬9連勝。白鵬の勝ち、白鵬10連勝。差しに行った白鵬、突き落とし、白鵬の勝ち。白鵬も勝って2人の並走が続きます。11戦全勝。右が入りました。上手はまだです。白鵬巻き替えようというところ、左打ちになった、離れた、もう一度右打ち、上手を引いた、寄り切りました。白鵬12連勝、全勝を守りました。もざし、しかし決めました。少し離れて右四つの体勢、しかし上手はまだ、白鵬上手はまだです。下手から引きました、下手を先に引いた、前回し引いた、下手出し投げ、白鵬勝って13連勝。明日の直接対決は全勝同士での対決となりました。瀬の里が先に花道を下がります。そして横綱白鵬、今場所13回目の勝ち名乗り。白鵬がやや気迫が表にいつも以上に出ているか、稀勢の里今場所の自分の相撲が取れるか。張っていった、まわしを探るに行く、横綱が捕まえた、横綱が捕まえた、しかし稀勢の里上手、稀勢の里が上手、稀勢の里得意の右上手、横綱が上手投げ、全勝対決はもつれて白鵬に軍配。白鵬上手投げ、稀勢の里初優勝が遠のきます。激しい攻防、最後制したのは白鵬。今場所の反応の良さ、ただいまの左手はすくい投げ、すくい投げで白鵬の勝ち。相四つの2人、横綱の上手投げ、一発で仕留めました白鵬。いるでしょうか。早くも左の上手、白鵬十分です。引きつけて白鵬の寄り、寄り切りました、白鵬の勝ち。朝関龍戦です。おっと変わった、朝関龍が変わった、左の上手が右四つです。さあ上手を切った、白鵬です。右の回しを取っている白鵬が左を取った、寄り切り、もろ差し、右四つに変わります。しかし横綱左の後をがっちりと握って釣り寄り、寄り切りました、白鵬36連勝。踏み込み白鵬、そして左の上手ちょっと深めです、上手投げ、白鵬勝ちました。白鵬も初日から5連勝。思い切っていきたい白馬、横綱の圧力、白鵬圧勝。横綱初挑戦、新三役の白馬を吹っ飛ばしました。今日も鋭い踏み込みです。上手も取っています、上手投げ、踏み込み白鵬、しかし白鵬上手はまだか、巻き替える、巻き替え合い、上手投げで崩す、得点区合戦、得点区もよく攻めているが投げ打ち合い、上手投げ、白鵬の勝ち。突き放した、白鵬攻め込んだ、さあ白鵬上手右も刺した、もろ差した、鶴竜もろ差し、もう一度巻き替える横綱、上手を引いて寄り切り、白鵬9連勝。白鵬もう右四つ、稀勢の里が一体巻き替える、さあ稀勢の里が出た、白鵬が張りながら、あっと呼び込んだ、小手投げ、腰出た、軍配白鵬
危なかった白鵬、実戦全勝、そして42連勝。ミーターすくいました。すくい投げ白鵬勝って、ただ一人初日から11戦全勝です。そして連勝記録も43戦です。早い上手を引いた白鵬、右四つ引きつけて切り返し、白鵬の勝ち。白鵬12連勝、自身の連勝も44まで伸びました。大鵬の45連勝まであと一つと迫りました。白鵬です。踏み込んだ左の上手、早くも白鵬を掴みました。さあここからは慎重に慎重に、右からの下手投げ小投手、膝を使った白鵬、上手投げ、白鵬勝って45連勝、ついに大鵬に並びました。右はすぐに入った、引きつけ合う、上手も引きつける白鵬、カルマ富士の頭を上げる、上手は伸びています。白鵬、カルマ富士の頭は上がっています。一枚回しがかなり伸びている白鵬の左の上手。しぶといハルマフジをどう攻めるか、うっと釣り上げるような動きだ。上手の引き付けが不十分ですが、上手が離れるが、すくい投げ46連勝、優勝が決まっての土俵でしたが、抜群の集中力。上手を取りに行った、右四つがっぷりだ、バルト寄る、バルト上手を取り直す、白鵬の左の上手引きつけた、バルト返り切り、白鵬は下半身が崩れません。引きつけ合い、下手を切る、15日制になってから初めての3場所連続全勝優勝です。張り差し、巻き替えの応酬、あっともろ差しになった、右を巻き替えた、しかし今度は左を巻き替えた、鶴竜出られない、一瞬チャンスがありましたが、またもろ差し、いやこの巻き替えの応酬の速さ、白鵬ちょっと上手が深い、上手がかなり深め、しかも一枚回し、この体勢はまだ良くない、巻き替えた鶴竜、しかし外四つでも出ました、寄り切り、白鵬初日勝って48連勝。正之助の軍配が返されました。踏み込んだ、叩き込み、勝負はあっけなく決まりました。白鵬49連勝。踏み込んで上手は遠い白鵬、しかしここで引く、両回し万全、右四つ寄り切り、張り差しに行った白鵬、右の上手引きつけます、捉えた豊真将が寄り返す、捉えました、上手投げ、上手投げ、白鵬51連勝。勝ちました。さあ右四つ両者まだ上手は取れません。ここから白鵬が上手を探る、おっと、どちらが先に上手を取った、白鵬もここで上手、さあ上手を切りに行く白鵬です。この切る技術もうまい、おっと引き付け合い、もう一度切り切りました、これで白鵬十分。
栃ノ心は苦しくなっている。もう一度回しを探ろうという栃ノ心、白鵬も慎重です。引き付けたように倒し、白鵬の勝ち、52連勝。張っていった右が覗いた巻き替えの押し、あっとちょっと足が流れた、わーっと危ない、ちょっと白鵬慌てましたが、はたいてそして出ていって押し出し、白鵬の勝ち。いやー一瞬ヒヤリとしました、今日もやや苦笑いか。横綱白鵬踏み込みます、左四つで上手、得意の横綱ですが、左四つ引きつけるか、回しをやらない、上手をやらない、ちょっと呼び込んだ、巻き替え合う、やはり左四つは勝手が悪いか。ひねった、見事55連勝。相四つ万全の白鵬、四つ身に隙なし、上手もがっちり呼び戻す、上手を切る、何で決めるか、また呼び戻しに行く、出し投げ、上手投げ、白鵬の勝ち。張っていった、あ右四つになった、横綱上手はまだ、しかし胸が合っている、横綱の体勢だ、捕まえた、寄り切りました、57連勝。右四つだ、横綱の形になった、アランも上手を今取りました、がっぷりになりましたが、白鵬上手投げ、突き放しました横綱、太陽が下がりません、何とも残ってきます、大関左四つです。絞って出ました。寄り切り。白鵬勝って59連勝。白鵬をなんとか止めたいバルトです。押し合いになっています。厳しく押っつけます。右四つの体勢。両者まだ上手が引けません。厳しい攻めを見せる横綱、寄る、上手を引いている、上手投げ、白鵬60連勝。まともでした、甲斐長帰りました、一旦残した、お通し残しました、しかし横綱上手を引いています、白鵬の左の上手、上手投げ、掛け投げから振り回した、休まない、横綱勝ちました、白鵬勝って61連勝。16回目の優勝を決めたその日の結び、一気に当たる右四つ、胸があった、巻き替えに行く、さらに出ていく、寄り切り、白鵬4場所連続全勝優勝、連勝も62と伸ばして、結びの一番、庄之助の軍配が返りました。上手を取りに行った栃ノ心、白鵬上手はまだだ、巻き替え、いや上手を取りに行きました、引きつける、横綱の下の出し投げ、上手出し投げ、白鵬九州場所初日を飾って連勝は63、双葉山であと6つとなりました。白鵬の2日目です。残した、首から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 
うまく体を入れ替える横綱。稀勢の里攻め続けたい、攻め続けたい、攻め続けたい。白鵬を逃げた。白鵬の連勝記録は63でストップ。止めたのは稀勢の里です。平成22年九州場所2日目、平成の連勝の記録が止まった瞬間です。白鵬の連勝記録は63でストップ。偉大な、そして尊敬する双葉山の69には及ばず。